ジェファーソン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州のニューオーリンズ郊外に位置する軍。軍庁所在地はグレトナ。2000年の国勢調査によると軍の人口は455,466万 5, 4人。ジェファーソン軍とオーリンズ軍を含むグレーターニューオーリンズ大都市圏はルイジアナ州最大の都市圏である。ジェファーソン軍は2005年にはハリケーンカトリーナの影響を受けたが、 隣接するオーリンズ軍よりも復興のペースは早かった。これは被害がオーリンズ軍に比べて軽度であったのに加え、比較的裕福な層が多いことと地方政府がより機能的だったことが要因と言われている。ルイジアナ復興機関が2006年6月から10月にかけていった人口推計によるとジェファーソン軍の人口は44万人。 もしくは2000年との比較で98%となり、州内最大の軍となった。2007年4月に発表された報告書によると、ジェファーソン軍はカトリーナ後の再建が進んだことも影響し、2006年の7月1日から9月30日までの四半期において雇用拡大率が全米でトップであった。ジェファーソン軍長のアーロン・ブラッサードは、ジェファーソン軍の人口について、 カトリーナ前の人口水準を回復し、それを超える可能性もあると示唆している。これはニューオーリンズ市からカトリーナによって避難していた人々が住居修繕のための国の補助金支給を待つ間、市に近いジェファーソン郡に戻ってきているからである。ジェファーソン郡はバージニア州出身のトーマスジェファーソンにちなんで命名された。命名は1825年。 ジェファーソンが亡くなる1年前のことであった。軍庁所在地のグレトナには、ジェファーソンの像が建っている。ジェファーソン軍は、1825年に設立された。1950年代から70年代にかけての人種隔離政策の変更に伴い、オーリンズ軍からの白人中流世帯の流入により、軍の人口は増加していった。ジェファーソン軍は、 総面積1 6 6 4トルである。このうち7 9 4トルが陸地で52.29%の8 7 0トルが水地域である。東岸、編集西岸、編集グランドアイル、編集グランドアイル島を除き、ジェファーソン群から外部へ抜けるすべての道路は、西側は、セントチャールズ群へ。 東側は、オーリンズ軍とプラークミンズ軍双方へ通じている。軍の北側には、ポンチャートレーン湖がある。ジェファーソン軍の南側半分は、人が住めない沼地である。グランドアイル島に関しては、同等と軍の他の部分をつなぐ、唯一の道路は、ラフォーシェ軍とセントチャールズ軍を抜けている。2000年の国勢調査によると、ジェファーソン軍の人口は455,466人。 家族数は12191である。人口密度は574、警平方メートルとなっている。237、警平方メートルの平均的な密度に187,907件の住宅が建っている。人種的な構成は、白人69.82%、アフリカ系アメリカ人22.86%、先住民0.45%、 アジア系3.09%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種2.03%、及び根欠1.72%である。人口の7.12%はヒスパニック、またはラテン系である。176、234世帯のうち31.90%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、48.20%は 夫婦で生活している。15.40%は夫のいない女性が世帯主であり、31.80%は非家族世帯である。26.70%は独身の居住者が住んでおり、8.40%は65歳以上の独身世帯である。1世帯の平均人数は2.56人であり、結婚している家庭の場合は3.13人である。 軍の住民は25.30%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.10%、25歳以上44歳以下が30.20%、45歳以上64歳以下が23.40%、及び65歳以上が11.9%にわたっている。中央値年齢は36歳である。 女性100人ごとに対して男性は92.4人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.60人である。軍の世帯ごとの平均的な収入は38,435ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は45,834ベードルである。男性は35,081ベ米ドルに対して、女性は24,921ベードルの 平均的な収入がある。軍の一人あたりの収入は19,953米ドルである。人口の13.70%及び家族の10.80%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の20.00%及び65歳以上の9.80%は貧困線以下の生活を送っている。人口は2000年度の国勢調査のものである。 軍の公立学校は、ジェファーソン軍公立学校機構によって運営されている。ありがとうございます。